ってます。おはようございます。今日は今から高田馬場にある国際卓球さんへ行きたいと思います。待ってます。はい、着きました。国際卓球さんです。高田馬場から徒歩3分ぐらい、まあ、皆さん知ってますよね。ここで今日は真希さんの用具を見たいと思います。はい、よろしくお願いします。多分何も分かんないと思うので。分かります。はい、大丈夫です。僕が選びます。それか国際卓球の方に聞いて選びます。そうですね、店員さんが、はい、じゃあ入ってみましょうかね。はい、まだ一般のお客さんも朝一だから多くないし、よかった。どうですか？すごい広いですね。すごい綺麗。じゃあうちならこれ全部ラケット。これ全部違うやつだ。そうです。わかんないですよね。値段もいい感じで、高いからいいっていうもんじゃないんですけど、重さとか木の硬さとか、カーボンってわかります？素材でカーボン、カーボン素材が入ってるラケットとか、そう、木じゃない、木に挟まってる素材があるんですけど、今日はね何も決めてないですよ。はじめさん、何のラケットがおすすめですか？もともとほら、はじめさん、いろいろさ、あ、そうですね、用具さ、そうだ、僕一応ショップ店員だった。ショップ店員だったでしょ、一応。マキさん、何がおすすめですかね？ここは、せっかくだからここの店員さんにいきますか。お願いして、よろしいですか？はい、よろしくお願いします。お願いします。国際卓球の笹川です。笹川さんです。はい、笹川さん、大丈夫ですか？撮ってても。あ、はい、お願いします。お願いします。じゃ今日、はい、あの全くの知らないんですよ、はい、卓球知らないぐらいだと思ってください。はい、で、まあ、ラケットと、はい、ラバーとシューズを、はい、ちょっと今日ここラバー、シューズです、はい、あとラケットケース、ね、ですも、はい、はい、購入しようと思うんですけど、はい、初心者におすすめの、はい、まず板からちょっと教えてもらいます。板から、はい、じゃあ、あのシェイクハンドとペンはお決まりです、はい、シェイクにしよう。シェイクで、はい、シェイク裏裏です。裏裏で両ハンドです。あ、わかりました。まずラケットを選ぶ前にグリップの形なんですけど、持つところの形が多めに種類になります。ストレートっていう、まあ、そのままですね、まっすぐなっているものと、フレアってこう少し細くなって下に対して広がっているものがあるので、まずは持っていただいて持ちやすい方を選んでいただきたいです。フィーリングでいいです、はい、こっちの方がいい。で、こう持って、そう、いつも通り、はい、と、こっち、もし分からなかったら言ってください。分かんない。その、はい、どう違いがあるんですか？一応こちらの方が、まあ、まず太い、はい、でこちらが細くなってるんですけど、あのここに手がこうはまるような形になるんで、フレアという方が、あの固定しやすいです。はい、はいはい、でこうしたと逆に手はまっすぐじゃないので、こうちょっとぐらつきやすい、逆にこう自由に少し動かしやすいっていう特徴があるんですけど、女性の方だとやっぱりこっちだと少し太いっていう方が多いんで、こっちの細い方を選ぶ人の方が割と多いですね。じゃあ細い方にします。こちらの方で、はい、はい、何本かお願いします。これは僕がちなみに中学生の頃にずっと使ってたラケット。じゃあ使いやすいってことですか？いや、使いやすいです。そうですよね、はい、いいラケットです。これは本当にいいラケットです。
3本お持ちしたんですけど、まず対照的なものがこちらとこちらになって、ちょっと簡単にお持ちしてます。こっちが回転とかやってかけやすいタイプになってて、こっちがちょっとスピードが出しやすいタイプになってるんですけど、音聞いていただくと分かるんですけど、回転かけやすいラウンドとか吹き込むようなイメージで音はちょっと低くて、でこっちは少し音が甲高い。あ、違う。はい、分かります。はい、お、分かります。まずどっちがいいかってなってるんですけど、はい、割とこう女性の方だとこうしっかり力強くスイングできる人と、逆にこうちょっと力強くスイングできないっていう人が分かれるので、何回かそのやったことがあれば、その時にこうしっかり振り切れてる方であればこっち側になりますし、ちょっと振り切れなくてパワーに自信ないなっていう方だと、こっちのスピードタイプの方がいいかなと思います。はい、どうでした？ね、どっちかな。最初でもちょっと食い込んで、はい、とこっち寄りの方がいいかなっていうイメージ。はい、じゃあ消去でこのスピードタイプをちょっと使っていただいて、はい、でこれ中間なんですよ。で、まあ、あとその上手くなった時のイメージじゃないんですけど、結構回転を重視してこうプレーしたいっていうイメージであればこっちの方がいいですし、特にこうどちらかというと一発で決めちゃいたいとか、スピードボールで早めに決めたいっていう方だったらこっちの方がいいですよね。はい、そのギターは、はい、オール英語でお願いします。はい、はい、板決まりました。板はですね、裏ですね、はい、裏裏です。裏裏で、はい、始める方におすすめしてるのは、概ね2種類はオール英語です。オール&エボリューション。まあ、あー知ってる。はい、まあ、その今までこう始める人のスタンダードというかあったと思うんですけど、その次の話を振り返っていかなくちゃいけないんですけど、ほとんどの方がやっぱりこうもっと性能いいのを求める方非常に多いんですね。で、まあ、これ回転系テンションってあるんですけど、テンションってゴムを引っ張ってこう弾むように弾力を持たせて弾むようにしてて、で、まあ、さらに回転もよくかかりますよって感じ。こちらにされる方が大半なんですよ。うん、なんでもう最初からこっちで慣れちゃいましょうよっていう、こちらの入門用みたいな形で、今だとこうちっちゃく早く振るっていうのがスタンダードになってるんで、まあ、これだと少し飛ばないからっていうか、どうしても大きくなっちゃったりとか振りがするので、まあ、そのちっちゃく早くってイメージが湧けばこっちでもやっちゃった方が楽かなと。はい、でもしっかり振りますショーって意識だったらこっちの方がそうですね、プレーはしやすい。はい、はじめさんさ、ゆうくんのさ、はい、テレビでさ言ってたさ、はい、コントロール系のラバーって何があったっけ。え、アルフィールとかフレックストローとかそこら辺でしたね。だったっけ。全然覚えてないよ。もうさらに下にこうフレックストローとか、アルフィールって、いや僕もだけ結構この中で使ったことあるラバーって多分数種類しかない。なんかマッコミレコードショップ。ああ、まあ確かに確かに、そう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 、はい、さらにそのすごいコントロールしやすいですよっていうのがこういうサフィールとか、これが一番うちだと、はい、1300円の商品で特価で販売してるんで、まあ、こういうそんなに優劣がないので、まあ、お買い得なこちらもおすすめですかね。オリジナルエキストラです。使ったことある？はじめ自分ではないですね。人の借りてくらい。これマーカイブの方弾むんですか？そうですね、こちらスポンジが柔らかいので、まあ、食い込みがいい分その弾力が少しないので、はい、その分コントロールはしやすいという感じですね。あとは笹川さんのおすすめで、あらとこう流行りとしてはやっぱある程度弾ませですよ、ね、弾むので慣れちゃうよっていうのがあるんで、例えばですけど、フォアが得意な方にマークファイブ持ってきて、苦手な方にこちらを持ってくるとか、まあ、両方こっちでもいいと思うんですけど、はい、結構違います。いや、
そんなわからん。ほんのちょっとですか。いや、両面巻かれてきます。両面巻かれてきます。厚さは、はい、3ミリ違うんしたっけ。厚だと、厚だと結構違って、ちょこういう風に中厚、厚っていう風になってて。中厚ってあるんですか。あります。ちょっと他のメーカーさんの中よりちょっと薄いめなんですね。あ、まあ、これがスタンダード具合です。厚さとしては、じゃあ中圧、まあ、この辺中圧、中圧でいきましょう。中圧、中圧で、はい、はい、ずっしりくるでしょ。結構違うんですね、うん、で今回全然軽くなると思いますよ。はい、じゃそれでお願いします。はい、お願いします、はい、あと1点決めていただきたいのは、ここに貼るテープなんですけど、女性だとこう前でやってこうカットとかした時に台にこう擦ったりとか見つけたりとかしちゃうんで、それで剥がれちゃうんです、ね。まあ、板の保護も兼ねてなんですけど、その剥がれの防止と板の保護にここにテープを貼っていただいてるんですけど、そちらのデザインを選んでいただきたいんですけど、結構たくさんこの感じ好きですね、はい、はい、どれがかっこいいですか。下に使わないよりはもう年月が過ぎちゃってキャンプしちゃってるんで、あ、でもなんか横文字書いてあるやつもありますね。アイアムネクストって。あ、これかわいいですね。アイアムネクスト、かわいい。銀、黒、黒に青字、あっちもあるんだ。あー、なんかこうチャックになってるデザインのやつとかですね。あ、かわいい。あー、チャックもかわいい。これは難しい。あ、そうですか。いらっしゃって。あ、そうなの。でもこれにしようかな。チャックにします。まあ、デザイン性がありますか。はい、かわいい。チャックにします。はい、はい、でこちらでクリーナーを預かりしますね。はい、クリーナーとかは大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ケースがあれば、はい、そしたらラケットケース、ラケットケースこれも全部ラケットケースなんです。ラケット入れるケース、いろんな小物とかを入れるようだったらこういう四角いタイプのいろんなもの入るんですけど、おそらくコンパクトな方がいいですよね。そうですね、はい、そうしましたら、こちらの2列のこのラケット型ですね、うんうん、おすすめかな。これもあのデザインをちょっと見ていただいて、完全好み、完全好みですね、これは、はい、何色好きでしたっけ。私は青が好きです。かわいい。とりあえず青だから、ここら辺かな。まあ、派手じゃなければここら辺。これは？青にします。はい、お願いします。はい、これでラケットとラバー、あとケース、一通り大丈夫です。あとシューズでしたよね。大事なのはシューズです、ね。はい。これで動くから。じゃあいいの。女性に人気あるの。水野さん。値段も私がいつも買ってる。ワンランク上で3000円ぐらい。いつも買って3000円ぐらいの予算で今日も来たんだけど。ちょっとこうしっかりクッションもしっかりしてたりとか、見た目が可愛い方がいいってなると、クッションしっかりしてるのはこちら。へー。あとはこの辺りの
カラフルなシューズ、あーテープがちょっと前だとね、みんな白ベースだったんですね。今カラーのシューズが非常に多いですね。すごいカラフルですね。好きな色とかが見た目で選ぶか、そうですね、機能に選ぶか、少しこうリーズナブルな商品、例えばあのクッションがしっかりしてるものなどが載せて、このクッションが厚いもの、薄いものでまず分かれるんですけど、やっぱり薄い方がクッション性ってちょっと損なわれちゃうんですけど、いいところとしては軽量っていうことと、あとこう裸足で、裸足に近い感覚でプレイしていただけるっていうのがあって、こっちだとこうしっかり守られてる感じになります。まあ、好み分かれちゃうんですけど、もしあれだったら一回しっかりしてもっと薄いのに持ってきてもいいかもしれないです。一回履いてみましょうか、なんかセットで。サイズ多分 3.5 です。 3.5 です、はい、仕事をフルでしてるので、ちょっと高さが違うんで歩きづらいと思うんですけど、店内少し歩いていただくと違いが分かりやすいと思います。あ、でも結構違います。こっちの方が高い気する。ですし、なんか軽さも違う感じがします。軽さ、じゃあそれにしますか。はい、右側にしますか。こっち側サイズ大丈夫そうですか。大丈夫そうです。かけない。はい、はい、完成しました。ありがとうございます。はい、おー、綺麗。これ、書いてもらっていいですか。いや、いいフォームを悩んでて全然気づいてない。上は可愛くない。できます。できました。できました。お待たせ達成しました。すごい、綺麗。来ました。白い。すごい、マイラケットが綺麗だ、ね、綺麗ですね。あ、すごい軽いですね。2枚使ったやつと違いますよね。はい、これで頑張りましょう。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、じゃあうち購入完了ですね。いや、買いましたね。はい、楽しいですね。こう新しいのを自分のものからテンション上がりますね。若干ね。
case you don't get.